こんばんは。レベリーサイゴンの正面入り口からの、ご案内をしたいと思います強力なのがこちら、巨大な翡翠の石が埋まっています。ビデオじゃ高さがちょっと分かんないと思いますけれども、約2回分の吹き抜け、かなり強力です。ハロー、 Thank you。 すごいんですね、これ。石、ブルーの石が非常に、貴重な石らしくて、実はこれ全て宝石が埋まっています。強烈です。いや、ちょうど前に人が通ったって、これは大きさが分かったと思いますけど、これ2階半分ぐらいの吹き抜けですね。そして上にシャンデリアが。さあ、上のシャンデリアもイタリア製のハンドメイドで作った強力なシャンデリアだけですね。それではですね、エレベーター、さあこれエレベーターの中の翡翠が埋め込まれたエレベーター、何なんでしょうか。さあ、ここから7階に上がってみたいと思います。7階フロントです。エレベーターの中がもうこんな状態で、もう地中の中に埋まっていくような感じですね。さあ、まあフロントの階、7階到着です。さあ、こちら7階も石、すごいのがこれ、クジャク、この絵、これダイヤモンドがあってますね。何なんですかこれ、すごい。とんでもないですね。